ということでですね、本日は新富町の方ですねに来て、まあ、とあるイベントに参加しようと思っております。そのですね、まあ、向かってる途中で今動画を収録しておりますが、何かちょっと面白いことを伝えできたら一本の動画にしてお届けしたいと思います。はい、もうですね、梅雨もですね、それが末期ではあるんですが、雨がですね突然降ってきまして、まあ、なかなかちょっと難儀だなという感じですね。傘を持ってきてるのでそんなにダメージじゃないんですけど、どうせだったらですね雨降らないで、まあ、ただそれでもすごく暑いので、なんかその辺がですね体つらいなという感じです。でこれ終わったらですね、また築地の方ちょっと行ってみようと思うので、そちらもですねお届けできたらと思います。はい、ということでですね、本日はですねインスタ360さんのですねファンミーティングというものを参加させていただいて、こういった記念品ももらってきました。でですね、やっぱりこうお話をお伺いしてて、応援したい企業だなっていうところなので、帰宅後にですねまたいろいろまとめてですねお伝えできればと思います。わかりました。今ちょっと答えちゃう、あ、正面なんですけど、はい、まあ、あの画面の向こう側が正面ですけど、あのやはり正面でというよりは、なんか360度を撮る、例えば360度動画を撮る場合は、なんか最初始まった向きが始まった時の向きは、まあ、あのそのいわゆるあのログが入っている、まあ、正面というか、まあ、そっち側なんですけども、はい、これはちょっと変えることはできなくてですね。なるほど。はい、はい、ということで、じゃあ次の項目参りたいと思います。はい、これが一番長いですが、ちょっとお付き合いしていただきたく存じます。今後もっといいメーカーになるために、皆さんのご意見やお答えを聞きたいです。フローの質問2ついいですか。あ、はい、あの1つ、あの音質が悪くなるっていうのと、あともう1つ、インカムとアウトカムの切り替えの時に共存になるっていう現象が解決できなくて、あ、まあ、あの本体の問題じゃないと思ってるんですけど、はいはい、特にあのインスタ360 X3 以前のインスタ360さんって音質がちょっと私不満なところが多いんですよ、はいはい、っていうのが解決できるのかなっていうところで、 X3 と530OK すごく良くなってると思うんですけど、はい、フローはそのソフトウェアを使ってる時と iPhone の内蔵カメラを使ってる時で音質が全然違うっていうのと、その共存問題っていうのもどうしても解決できなくて。そうですね、これは多分まあ、そうですね、純正の、まあ、カメラアプリ、はい、まあ、iPhone のカメラアプリでしたら、まあ、全てのマイクの、まあ、権限を持ってるんですよね、はい、多分それ使えるかもしれませんが、そうですね、うちのアプリでその、まあ、多分権限的な問題とかそういう、うん、問題かもしれませんね。そこでまた その開発の人間に聞き、はい、聞いてみます。あと外部マイクが使えないっていうのもありますね。外部マイク一応使えますね、あのフローで。あ、そうなんですね。フローで、まあ、iPhone 対応の外部マイクであれば、はい、ここら辺に、ここら辺につけることができますので、はいはい、ここに前あのコードしようと DJI のマイクさんなんですけど、はい、そっち使った、それ使った時に、はい、ライトニングで接続した時に録音されてないことあって、はい、あれ使えないのかなっていうところで。そうですね、一応 DJI マイクは使えるって聞いたんですけど、そうですね、あ、そうですね、そうですね、そう、ちょっとその辺がなんていうのかな、一貫した安定性がちょっと私も使っていく上で困ってるところがあったんで、ちょっと押してみまして、まあ、そうですね、一応まあ、互換性としては問題ないで、はい、開発のものか言われたんですけども、もう実際に試したことないですけど、ね、そうですね、もしかしたら、うちのアプリと何か、公式ページからか、そうですね、これもちょっと聞いて、もし、そういう、あれがありましたら、また、そうですね、申請すると思います。なるほど。それであともう一個、切り替えするときは、画像だとおかしくなる。あとですね、最初からインカムで撮影してるときっていうのは、そのまま撮れるんですけど、途中でアウトカムからインカムに変えたり、インカムからアウトカムに変えて、インカムに戻ってくると画像が180度変わってるんですよ。っていう問題が、まあ、かなりの確率で、もし動かせば発生してるっていうのがあって、あ、これ多分バグですね。だから一度聞いてみます。ちなみに私は iPhone の10、これは40ですね。あ、40、はい、わかりました。
あの40のプロですね。プロマックス。あ、プロマックス、わかりました。そうですね、これちょっと報告しておきます、ね、多分バグだと思う。あともう一つ、質問よく私 YouTube に受けるので聞いておきたいんですけど、Android とか iPhone の差っていつ埋まるかなっていう。さっきあの4 k 60プレイヤーが使えなかったりとか、あとあのフローとアプリケーションを連携してるときにすぐにこう荷重オーバーって出てしまうっていうのが Android のユーザーさんから質問を受けていて、荷重オーバーだからまあ、ない重量に関する、まあ、それはもう、どうしたら、そうですね、例えばゲーミングスマホですごく重いものがあるんですよ、ピクセル6A とか、ピクボル6A、はい、なので、これよりは全然軽いから、パワー面では大丈夫なのに、っていうのが出るっていうの、こういう現象どうなんですかっていうのを YouTube で質問を受けたことが私あって、もう届けていったら安心して使えたら、ありがとうございます。そうですね、一つは例えば 4K60 使えないとか、あと360度の写真撮れるんじゃないですか、それが使えないとか、それは大体原因は2つがありまして、一つはやはりセンサーが例えばもともとこのスマートフォンは 4K 撮れないとか、そうですね、もう一つはアンドロイドはやはりメーカーによってシステムをちょっといじったりするんですので、例えばこのメーカーはすごくお客様のプライバシーを重視して、なんかあらゆる権限をアプリ開発者に当たらない、あげないってあれば、うちとしてはその権限もらえないので、4K 撮影できなかったり、360度 の、の写真を撮影するために超高画質の方のレンズを使うんですが、それを使えなかったり、そういう問題も発生、したりはします。カメラのレンズの切り替えもうまくいかないっていうのが相談されたことあって、やっぱりその Android のシステム上ってところが強いんですね。そうですね、 Android のシステムは、カメラの元件を全部アプリに変え、上げる、そういう、そういうメーカーもありますし、1個しか上げないとか、例えば一番、普通 の、 レンズしか上げなくて、なんか広告は上げないよみたいな、そういうメーカーもあります。本体からその本体の権限とアプリケーションの間のそれぞれの権限っていうのがバラバラってことですか。そうですね、やはり Android ですと、メーカー、スマホメーカーによっていろいろいじったりするんで、それはやはり、しょうがないところかもしれません。やっぱりこれ安定した使い方だったらこの iPhone って形が、ね、そう、 iPhone が一番、そうですね、はい、そうですね、ちょっとだけ友達の友達が、友達すごいあれですよ、めっちゃめっちゃ話しちゃって、もしかしたら開発のものも実装したりはするんですので、結構使ってる方多いと思うんですけど、そこなんかこう改善いただければなっていうのは、私の方に届いてたので、はい、というような感じでですね、この動画に映っていないところではいろいろと私なりのこの要望とかですね、質問というのもその他いろいろしてきたんですけど、皆さんがですねこう知りたいっていうところはこの部分、特にインスタ360フローに関してはだったと思うので、こちらのところですね本日はまとめさせていただきました。そしてですね、今メールでですね30分の収録ドロップフレームの問題っていうのをですねちょっと聞いてみておりますので、そちらもですねご返答いただけまして、シェアできるようだったらですねシェアしていきたいと思いますので、楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、ということでですね、こちらのチャンネルではこのようにカメラですね、カメラ等を広く含めましてガジェット等を楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタン、あとは通知を受け取っていただいて、コメント等で私に仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思います。お待ちしております、よろしくお願いいたします。ということでですね、あの後ですね、勝どき橋の方ですねっていうのをぐるっと家族と回ってきてですね、結構ですねこう揺れ揺れになっちゃったんですけど、このように素敵なんですね、バッグとこのようなですねステッカーとか、こう参加に伴っていただいたものっていうのがいろいろありまして、こちらですね、特にこのよくですね私が撮影に行こう登場しております三男坊にですね被らせて今後も撮影していければいいなというふうに思っております。このようにですねこう現場でですね直接メーカーの方のお話聞けるってとってもありがたいなっていうのをですねすごくですね感じましたね。私普段結構人見知りな上にですね話すのもあまり得意ではないので、こう限られた場所でですねお話ができるというのがありがたく感じましたというのがですね、
感想でございました。そしてやはりこうどういうふうな考え、どういうふうな制約のもとでこういうふうに製品って作られていて、こういうふうに動作しています、でどれだとこう最適か最適じゃないかっていうのもですね、聞けばですねこういうふうに返ってくるんだなっていうのがですね、ああなるほどという言葉でですね納得ができる、理解ができるというところも多いんだと思います。というところをですね、私もですねこう今回のこうイベントに参加して返答いただいたというところがですね、一番ですねこう皆さんのお役に立つ情報だったんじゃないかなというふうに思いますね。いろんなですねその OS だとかスマートフォン本体の制約等があるっていうのはすごくわかるので、まあじゃあのあとは使い方で工夫していくっていうところがですね、まあ、メインになってくるのかなと思うわけですね。純正のアプリケーションの方が優れてると思ったら、その純正のアプリケーションを使いながらジンバルとして使うだとか、まあその他こう360度カメラも、まあ、通常のアクションカムのものもですね得て増えてっていうのはどうしてもあるわけです。というのをですねユーザー側が理解してですねうまく活用していくというのもですね一つの楽しみだと思うんですよ。まあこのその他のですねアクションカムっていうのもとても優秀な面もあれば優秀じゃない面もある。そしてですねこのインスタ360さんの製品っていうのはですねとても挑戦的なアクションカムたちだなと私は感じております。そして何よりもですねその後に出てくるですねソフトウェアというところがとても使いやすさにつながっていると思うというところがですね、私がですねこういろんな機種を使っていて、まあ、それこそインスタ360リンクからですねその他っていうのもほぼ全て所有して使ってみたというところで手放してしまってるっていうものも何点かあるんですけど、というのを除いてもですねそのソフトウェア面のですねこの素晴らしさというのはですね多大にこう恩恵を受けているっていうのかな、もうありがたく使わさせていただいておりますので、その辺の使いやすさっていうのはですねその他のメーカーさんとのですね大きな差になってると思うんですね。というのをですねなんかこう良さを伝えていけるようなですねところでこうインスタ360っていうのはやっぱりですね私はとても応援しているメーカーさんなので伝えていければなと改めてこちらのチャンネルでも思いました。いろいろとですね整理していこうと思ってたんですけど、どうしても手放せないアクションカムっていうのはこのインスタ360さんの製品って多いんですよね。たびたび私このインスタ 360-1RS っていうのを手放そうかなっていうのをお話ししてると思うんですけど、未だにこうちゃんと手元に残っているっていうのはですねやっぱりとても魅力に感じているところプラスその癖があるところが楽しかったりとかしてるのかなっていうふうに、まあ、自己分析をしてみたりとかしました。というところでですね本日はこちらで動画の方終了していきたいと思うんですけど、今後もですねこう引き続きインスタ360ゴースリーの動画と、あとはですね久しぶりにこのライカ1日ですねで動画を収録してきましたので、近日ですねこちらの動画っていうのも公開していきたいと思います。はい、ということでですね最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ファンミーティング参加できて本当に良かったなと思うのですね、本日こうお伝えできたかなと思いますので、またですね引き続きいろいろ見ていただければと思います。それではですね失礼いたします。バイバーイ。バッと。